読み上げがないわら。いや、今ね、ボリューム下がってた。ごめんごめん。さゆまるさん来た。うん。さゆまるさんわらわら。佐藤4アットマークポーニラ。さんこんにちは。さとしさんの好きな飛んでる前です。さゆまるさん、ボリュームかよわら。失礼いたしました。でも一応再起動しました。さゆまるさん何回も言ったのに伝わらなくてごめんなごめんな、ごめんなさいね。ちょっとちゃんと見てなかったね。すいません、ちゃんと見てませんでした。佐藤4アットマークポーニラ3トンネル。トンネル。眠いと錯覚しちゃうな。でもあれだよ、目閉じて疲れもあるから。ミサさんテロップも消えちゃったね。あ、そうだね。疲れ目もあるからあれだよ。あの、寝れるなら寝た方がいいかもしれない。さゆまるさんテロップは止まったらバルー。うん。さゆまるさんわかた。
そのくせ何時間もゲームする私。ね。本当だよな。全然直す気ないよな。本当に。さゆまるさん、昨日は11時から3時。今治店さん、お願いしますね。さゆまるさんが、違うわ、1時からだわら。あ、それは2時間じゃん。なんか、今のおっさんのような小学生か中学生にしないけど、俺みたい話してたな。先が思いやられるな。さゆまるさん、さっきファミマに松みたいな腹のおっさんいた。あ、いや俺だ。声かけなかったの。さゆまるさん、松よりひどくて松も時間の問題だなと思った。俺だってそれ、鶏鳴けばすぐ振り向いたと思う。左方向です。ちょっとコーヒー飲むかな。さゆまるさん、松の数ヶ月先を見てるようだと思たわら。そんなことはないよ。さゆまるさん、愛媛宇和島記載屋広場23、美馬21、広見森の三角帽子、月曜日12、虹の森公園松野11、高知よって西戸佐23、四万十島は21、梼原5、松アット日本一周中3、愛媛宇和島記載屋広場23、美馬21、広見森の三角帽子、月曜日12、虹の森公園松野11、高知よって西戸佐23、四万十島は21、梼原5。よし、ちょっと買い物行ってくるね。さゆまるさん、寺みささん、寺
よし。ミサさん、アスタリスク、バックコート、ノー帰り。ただいま。さゆまるさん、放課。まもなく、左方向です。ん？なにこれ？佐藤4アットマークポーニラ3エリ。ただいま。これなんか変だぞ、これ。こっちじゃないの？うん、大丈夫だはず。
ん最近ずっと天気いいね。いいね、うん、今日の朝なんて最高だったのにね。なんかあれだね、夜より。さゆまるさん、この天気で海みたいな。夜よりね、朝の方がめちゃ綺麗に見える。この時期は夕日より朝日かなみたいだな。朝日が夕日のごとくは真っ黄色だ。かまどねずこさん、昼間暑いよね、朝晩涼しいけど。そうそう。さゆまるさん、こんなに雲ないのに夕方めっちゃ雲やばいもんね。ほんとだよね。なんでどっから出てくるんだって感じだよね。さゆまるさん、こちら夜激寒。激寒なの。さゆまるさん、窓開けれない寒すぎて。そこまでか。ルート300メートル先、左方向です。これはどうなんだ。これを曲がればいいの。これを曲がって、まもなく左方向です。これを。さゆまるさん、今日目がこんなんで行くのが憂鬱。さゆまるさん、南国感。さゆまるさん、混んでるな。混んでるね。さゆまるさん、道の駅宇和島記載屋広場に到着。23スタンプ観光パンフレット置き場。混んでんな。特にあれかなさそうなの。さゆまるさん、リア充多いな。クソクソ。スタンプだけ押してくるかな。人多いから。さゆまるさん、寺。ロイズソフトクリーム、6月30日までか、これ。今21年だ。50円引きじゃねえのか、これ。なんてこった。
藤4アットマークポーニラ、三和市道の駅若狭熊川宿到着。さゆまるさん、おお、どこだっけそこ。4アットマークポーニラ、三福井県。ただいま。さゆまるさん、おうか。写真、あれか、あれにしようか。さゆまるさん、福井か。松も行ったな。さゆまるさん、道の駅の名前は覚えてるけど、県は覚えきれないわら。さゆまるさん、次はーみまーみまー15分。スタンプ9時18時。無料高速の PA を兼ねた道の駅。ガソスタ併設。キジの串焼きあり。0895-58-1122-21。みま、目的地を設定しました。みま、さゆまるさん、みまって名前の道の駅なかったっけ。みま、他にもみまはない。みまみまじゃなくてみみはあるよね。ひらがなはないけど、美しいっていう字はあったな、いっぱい。さゆまるさん、みつとみきだたわら。ああ、みつみきね。みつみきね。運転してください。さゆまるさん、みつみきみまさん姉妹みたいだな。じゃこ天とフライどっちうまかった。串の方が美味しかったな。やっぱ揚げたてだからかな。さゆまるさん、わら。さゆまるさん、名物より串わら。いや、あれ名物っていうか、まあそうだな。ルート300m先、右方向です。さゆまるさん、じゃこ天が名物。
まもなく右方向です。これを右に曲がればいいの？右に曲がればいいの？さゆまるさん、こういう交差点嫌い。俺逆走したかと思ったよ、こいつ。やめてくれよ。さゆまるさんわら。逆走したかと思ったよ、マジで。ビビったよ、一瞬。え？真面目に俺、進入禁止のとこ入ったかと思ったよ。さゆまるさん、逆駐車すごいな、わら。なあ、ビビるよな。まもなく、左方向です。みゆき薬局。いや、なんでもありだな、ここな。この交差点のところで、もう思いっきり、一時停止しか止まってないですよ。さゆまるさん、無法地帯。何でもありだよ、ここ。愛媛すごいな。さゆまるさん、逆中は違反だよね。違反だよ。この今のこの K の止まってる位置も違反だけどね。さゆまるさん、こういうやつを捕まえろよな。さゆまるさん、あんな歩行者なんちゃらで切符切ってないでさ。本当よ。勘弁してくれって感じだよね。税金泥棒。さゆまるさん、あれからどんくらい経ったかな。まだ2ヶ月経ったか経たないかじゃないの。2ヶ月も経ってないか。さゆまるさん、3ヶ月長いなあ、わら。3ヶ月長いな。3ヶ月経ったらあれなのか、ちゃんと戻んのかな。わかんないよね、戻ってるかどうかなんてね。まったく。だから、新潟ってどの辺だったっけ？まもなく左方向です。さゆまるさん、戻るだろうけど分からなくて困るね、わら。さゆまるさん、あーでもさ、英二さん、お疲れ様です。90日目ナイス。お疲れ。90日目だよ。もう さゆまるさん、3ヶ月以内にもっかい違反したら戻らないんじゃなかった。3ヶ月。さゆまるさん、英二さん、おはよ。だからまた3ヶ月な。だから2回目の時から3ヶ月。さんより大きい。さゆまるさんは、そうなんか。さゆまるさん、英二さん、さゆにしかと言われるから今日は強調してきたわら。
ルート500メートル先、右斜め方向。さゆまるさんじゃ2回目の日さえ分かればいいのか。そうじゃないかな。不利ない。あ、ないな。どっか閉まっちゃったな。もうだいぶ前で閉まっちゃったな。さゆまるさん、しまったんか。 W 見たくないしなわら。うん。北陸の、なんだっけ、新潟の、三条線、翼三条線じゃないか。8月2日じゃないか。8月2日ぐらいだよ。さゆまるさん、ほう。さゆまるさん、まだまだだなわら。あ、また間違ったかもしんない、俺。間違ったわ。行きやがったぞ、前の車は。ほんと無法地帯だな。さゆまるさん、わら。
ゆまるさん田舎だからな。それにしてもって感じだな。さゆまるさんラインを罰金で検索したら出てきた爆笑。これ何、桜なのかな。確かに精神は。さゆまるさん松は絶対無理だな。まず俺は無理。いや、最初からやる気はないね。さゆまるさん人生を見つめ直しながら歩きた岩原。絶対なんか変わるよな。そうだな、なんか変わるんだろうな。さゆまるさんただ一人で野宿とかやだな。やろうって言ってさ、言ったらさ、絶対喧嘩が絶えないよね。助け合っていこうなんて絶対きっと思わないんだろう、思うのかな。助け合っていけるもんなのかな。どうなんだろう。進化を試されるカップル。
喋ってた。左方向です、うん、いや特に。さゆまるさん、ソースかわら。ソース。で何日目ぐらいなん、何件行ったんだろうな、これ。果たして。さゆまるさん、生地の串焼きだってさやだな。道の駅美馬に到着。21スタンプ玄関内左。やっぱ混んでんな。押してくるか。この後だよな。この後なんか食べ物とかなんかあるのかな。さゆまるさん、行ってきな。この後なんで、美馬の後は。何かあったら買ってくるか。この方がいいか。さゆまるさんだね。
アーサさんどうぞ。子連れさん、こんにちは。子連れさん、休憩中に来たおう。さゆまるさん、こんちゃ。子連れさん、こんにちは。小鶴さん、いらっしゃい。今ちょっとさ、日陰に行ってちょっと休憩するか。日陰を探すか。さゆまるさん、へー。日陰を探したいけど、日陰というものが全くありそうもないというね。日陰というのはここしかないというね。レンタサイクルの前は日陰なんだけど、ダメなんだろうな、これな。バス停だもんな、これな。ちょっと次のところちょっと教えていただけるとありがたく思われますけど。さゆまるさん、次はひろみもりの三角帽子。ひろみもりの三角帽子15分。ありがとう。スタンプ8時から17時半。近いね。月曜定休。祝いは営業。紀王丸という鬼のモニュメントが迫力あり。0895-45-3751-12。目的地を設定しました。ちょっと待ってね、美馬さんを
ゃあ行こう。交通規制に従って運転してください。さゆまるさん、だいたい、うん、だいたい戻るわ。戻るんだ、一回戻って。まもなく左方向です。さゆまるさん、今日まで765件くらい。765、ありがとう。プラス120だから、さゆまるさん、青森から900だな。あとルート300m 先、250、560か。さゆまるさん、だいたいね、うん、あと250で終わるわね。早いな、11月中に終わるんじゃねえこれ。まもなく左方向です。さゆまるさん、うんうむ、ね、道が狭いような気がするんだが、高知の方が広かったような気がするんだが、気のせいだろうか、道の駅機の写メよろ。あ、鬼の写メね、はい。迫力ありの写メね。迫力あるように写メを撮ればいいんだよね。さゆまるさん、これだって。何何これだってって、あ、これはこの歩道、お、何？ここ、歩道の区切りのやつの作り方が狭く感じるような作り方なんだね、と思った。さゆまるさん、田舎ならでは。そうそうそう、だからまだこういう形のやつの方がいいけど、これになるとなんかこの、うん、なんでこんな風にしたのかな。ちなみに札幌の場合はこれ一段高いです。この向こう側も普通に一段高くしたい。次の道の駅風呂近いけどさ、混んでそうよね。あどうだろうね。いや、もう下やな、本当に。今
てよと。各道の駅にあることはあるけど、混み具合がわからなくて困るよね。さゆまるさん、なんか買ってきたの？お弁当買ってきた、500円の幕の内弁当。さゆまるさん、ワンコインナイス。ワンコインナイス。さゆまるさん、言う力変身来ない。何する気あるのかな。昨日から一緒にいるんじゃないの、もしかして。え、今日仕事なのかな。仕事だよ。あ、仕事か。辛すぎてラインしたんだけど。うん。さゆまるさん、化粧もできねえ。さゆまるさん、コンタクトもできねえ。うん。何もできねえな。中止。マジ困るわ。無理やりコンタクトしてナチュラルメイクしか。いや、あんまりあれだと
無理して今時期は無理したらあんまり良くないからな、本当に。さゆまるさん、こんにちは。めっちゃ宝くじ推しだね。M ちゃん、さんうさぎ枠助かります。はい、どうぞ。さゆまるさん、き目的地付近です。ルート案内を終了します。これってどうなんだろう。さゆまるさん、道の駅ひろみ森の三角帽子に到着。中2スタンプ店内中央付近。
ちょっと。よし。写真撮りに行こうぜ。リサさん鬼だ。うん。さゆまるさんき。よっこいしょ。よし、このままの方がいいんじゃないかな。このままの、このままで、ね、休憩した方が、良さげじゃないですかね。どうですか、皆さん。さゆまるさん寝るの。いや、ご飯食べるよ。とりあえずご飯食べる。よし。寝るか寝ないかって言ったら、ちょっとご飯食べてから決めていいですか。
でも腹いっぱいになったらあれだろうな、きっと眠たくなんだろうな。さあ休憩だ皆さん、ね、いただきます。さゆまるさん召し上がれ。ありがとうございます。さゆまるさん、これわざと固めてるの。そうだよ、画面。そうだよ、わざとだよ。うん、わざとだよ、わざと。この方がいいかなと思って。良くないですかね。虹の森公園、松野。さゆまるさん、そそはる。うん、お願いします。
微妙な線なんだろうね。でも散々やってきてきたから大丈夫なのかね。さゆまるさん、でもさ、あちこちに乗っててフリーじゃないのかな。そうだよな、乗ってないのをやってるわけじゃないもんな。お兄さん、そろそろやめます。帰ってくるわ。うん、うん。さゆまるさん、辛すぎて無理。
よし。うん、ごちそうさまでした。どうすかね。いやー、行ってみなくちゃ分かんないけど、このこの日陰の場所があるかどうかみたいな。でもさ、6分ならさ、行きたいよね。交通規制に従って運転してください。正直言って。さゆまるさん、うんわら。よし、行こう。右から来たから左に出ればいいな。ごちそうさまでした。四万十と小若良梼原までがちと遠い。本当。ああ、そっち側ね。高知ね、戻った時ね。どうしようかね、今日はね。次の温泉ところがさ、あの空いてるよだったら温泉入って
気が落ちてた。さゆまるさん、柿嫌い。柿嫌いなの？マジで？柿美味しいじゃん。美味しいじゃんって。美味しいじゃん。さゆまるさん、超絶嫌い。超絶嫌いなの？何が？渋いの食べてからなの？さゆまるさん、メロンと柿とマンゴーが超絶大嫌い。メロン。さゆまるさん、甘くても大嫌い。あ、そうなの？味がダメなの？ビサさん、硬い柿なら好き。ああ、なの。硬いのならいいのね。硬いのなら、うんうん、ミサさん、わらわらわら、うん、味が、虹の森公園待つの。
目の前にあった。どこのどこ。さゆまるさん、風呂はる。うん。どこ。さゆまるさん、森の国ポッポ温泉、郵便番号 798-2101、 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸、1661-13、 0895-20-5526、 営業時間10時から22時、21時30分、札止め、定休日第2月曜日、祝日の場合は翌日。スタンプをあげるか。さゆまるさん、ゆうちとラインしてた。うん。よし。とりあえずちょっと音声の方ちょっと行ってみるかな。うん。ポッポ。目的地を設定しました。うん。どんなとこ、あ、目の前じゃん。交通規制に従って運転してください。まもなく左方向です。520円。520円安いね。
踏切だねわら。うん、なんか普通に通り過ぎそうになったよね。さゆまるさん窓開けた。ちゃんと耳すまさないと。そうだね、うん、あれどこだろう。さゆまるさんわら。あれこっちじゃないのこれ。さゆまるさん教習所でしかやったことないわ。さゆまるさん営業してる。営業してそうだけど、営業してるわ。なんかさゆまるさん客いなそうだな。空いてるね。お風呂入ってくるわ。さゆまるさん寺。うん。ということで、これ何分だ ?120 分。ミサさんお風呂行ってら。うん、これ120分までやっといた方がいいでしょ。大丈夫みんな。さゆまるさん松も上がって寝そうよね。確かに、ね、寝る可能性は高いな。寝ちゃいそうだよね。さゆまるさん一応次の入れとく。あ、お願いします。下で入れとこう。さゆまるさん、今日ここで終わったりしてわら。可能性は、なきにしもあらず。さゆまるさん、コーチ、次は、よって西戸さ、よって西戸さ、15分。スタンプ7時半から18時、あゆの塩焼きや、ナマズのフライ。四万十牛バーガー、とんかつラーメンなる変わったものも。0880-52-1398-23。目的地を設定しました。高知に一回戻るのね。はい。交通規制に従って。さゆまるさん、その次が17時。ゆすはら1時間かかるから、ゆすはらは無理。うん、はい。よいしょ。さゆまるさん、ゆすはら17時まで。え、よって西戸さんは18時だよね。何、さゆまるさんとさは18時ね。そうだね。はい、わかり、了解。だから行っても次取って移動するかしないかだな。それはちょっと後から決めるわ。よし。さゆまるさん楽天見て。うん。うん。さゆまるさんそんな感じだからよろう。
トサが18。ユスハラってどこ？これ。あ、ユスハラね。さゆまるさんお乳おつ、まああれだな、お風呂入ってどんな感じでゆっくりできるかによるな。とにかくお風呂入ってくるわ。リサさんお乳お乳、お風呂の休憩所次第だ。